よし、正直3の4、雨の仕組みといいますか、ね、雨がどうやって、降っていくのか、ね、ここに書いてありますね、雲の粒から雨の粒へどうやって成長するんですかって話を、2つの、パターンに分けてお話しようと、まずやります。はい、いいですね。はい、括弧1、冷たい雨なんて言います。氷晶雨ですね。冷たい雨です。ですか0度以下で、ね、水蒸気圧ってどうやって変化するんですかっていうと、まあ、前に話した通り、こう、2つのパターンだったよね。覚えてる？だってね、うん、0度以下な。で、上が、下冷却水における飽和水蒸気圧強さ、ね、下は凍ってしまったときね、氷床における飽和水蒸気圧曲線だった。OK。0度以下では、飽和水蒸気圧曲線が2つのパターンだった。ね。すると、例えば、これね、雲の中に氷床と下冷却水滴が共存するとき、まあ、つまり、この部分、言うんであれば、この部分に相当するような状態だったし、に水蒸気圧が、当てはまるとするじゃない。すると水滴に対しては水滴に対してこっちに対してはこういう感じでしょ。こういう感じでやるとだからまあこういう感じかな、このくらい水蒸気圧がありました。すると下冷却水に対しては不飽和だよね。まだこの分空きがある。それはすなわち、まだまだ僕たち、私たちは蒸発できます。ね。で、氷床、こっちに対しては、もうこの分だけオーバーしてるから、過飽和だな。過飽和ってことは、凝結しないんだよね。凝結できるんですよ。で、それはどういうふうにっていうと、まあ、こっち見てください。まあ、その点っていうのが、この辺なのかな。で、まあ、0度以下だから、氷になることはまずないですよね。まあ、水滴がこういうふうになると。で、それが、上昇気流によって上がっていく。ね、すると、一部は水滴なんだけど、もちろん一部は水滴だよ、ね、混在してるんです。で、これが水滴に対しては不飽和で蒸発できるっていうことは、水滴はこうやって蒸発していく。自分の重さが勝っちゃうんですよ。
ね、太くなりすぎて大きくなっちゃった時にガーッと下がっていってここで溶けていって冷たい雨になります。まあ流れとしては上昇気流的なものがこうやって起こってでだん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 大きくなっていって冷たい雨として降りていくよ。フローで言うとこんな感じですね。か冷却水滴ってやつが、まあ0度以下の水だね、が蒸発して水蒸気ね、ね、こうするでしょ。加冷却に対しては余ってるからこいつは何でもできる、蒸発できる、何でもできるでしょ、蒸発できる、これね、蒸発できる。だから蒸発していってこいつが氷床にくっつくと、そしてこいつが成長していって雨になりますと、ね、主に中緯度、高緯度地方で、まあ、こういう冷たい雨などができていきます。そうだな、あ、違いますか。蒸発してって水蒸気になってここで消火かな、液体であったことが、うん、で液体を通過して氷になるんだから消化だな。付着だね。付着してって、付着だね。水蒸気が氷にくっつく。で、氷床が落下して、雨になります。ね、なんですかね。はい、でしょう。じゃ次は、あったかい。冷たい雨もあるので、あったかい雨があるんですかとかあるんですよ。いくよ。次が。2番、ね、中緯度、高緯度でよくある雨が冷たい雨だったら、あったかい雨っていうのは低緯度、赤道付近とかでね、起こる雨です。よいしょ、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 よいしょ。仕組みは簡単です。地面があります。ね、雲がもくもく出てきますよ。ね、雲が起きるのは低気圧で、上昇気流が起こっているんですね。上昇気流で、ね、雨粒ができていますと。雨粒じゃなくて雲の粒ができていますね。そいつが雲の中でだん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 成長していって雨になります。ね、ただそれだけです。じゃあ雲の中で粒が成長していって落下していきます、ね、そんだけですですか。まあ0度以上だったらさ氷の粒なんて存在しないわけだ、ね、難しいこと考えないです、ね、方のあれです。スコールって聞いたことがあるんですね。スコール、ね、スコールもこういう感じで、ね、ブワーって起きる
ね、これもこの例ですね。はい、どうでしょう、ね、雨の仕組みでした、ね、でしょ、はい、まあ、これであれですね、はい、次の動画行きましょう。